回は嬉しい。今日はいやいたしデモンストレーション競技のオリエンテーリングご紹介します。じゃあ早速ルール説明の方からお願いします。各丸の中に、はい、あのポイントを設定してありまして、はい、でここが、まあ、グラウンドみたいになってますけど、今私たちどこにいますか？広場で今ちょうどこの辺にいますね。なるほど、ここは三角になっているけど何ですかね、はい、これがあの地図オリエンテリングを始める時のスタートの位置なんですね、うん、フィニッシュ二重丸になりますけども、はい、そこまでの時間を競うという競技ですね。なるほど、ということはこのスタートの地点から数字で1番2番、はい、3番とこう丸の場所に向かって順番に進んでいって、はい、最後、22番を終えた次のここの二重丸がゴール、はい、ということなんですね、はい、なるほど、いろいろ細かなルールがありそうですけど、はい、ちょっと早速歩きながらご説明していただこうかなと思います、はい、よろしくお願いします。それにしても綺麗ですね。これツツジですか？ツツジですね。ツツジだ。いいですね。こう季節のお花も感じながらね、楽しめるのすごい。他に何かこうオリエンテーリングの魅力みたいなのあったりしますか？あ、そうですね。自分で通るとか選べるから、こういう林なんか、まあツツジですけども、これは林が早いと思ったらそこを抜けていって思ったところに出れば、あ、やったっていう気持ちになりますよね。そっか、じゃあ今我々選んでね道、はい、道路のところを来てるけれど、はい、早く最短で行こうとするならこの藪を抜けていけばいいのか。そうですね、これまだ通れますよね、うんうん、じゃあ通れる藪ならば抜けていっちゃった方が早いから。そこでおそらく私がこの地図見た感じだと間もなくって感じなんですよ、はい、もう一個下ぐらい、この辺かな。で、目標にしてるのこの黒い丸に真ん中に小さい点がある、これが記念碑なんですね、はいはい、で記念碑のちょうどあそこ前正面に見えてますね、はい、あれは記念碑だ。記念碑なんですね、はいはい、記念碑の南側、はい、あったが立ってた、これがポイントですね、はい、見つけましたよ、嬉しい。あ、本当だ、地図通りになってる、はい、いや本当に面白いですね。めちゃくちゃ頭使う競技なんですね、はい、だってずっとなんか理科の実験してるみたいです。なんだか分かんないけど、はい、面白いです、はい、へー、そうですね、いやこうやって頭を使ってその土地というか自然と会話をしながら行ってるような感じでした。いやー楽しかった、本当に今日はありがとうございました、はい、頭を使いながら今日スポーツをするというので、私自身がもうスポーツほとんどできなかったのがオリエンテリングを始めてやっと人並みの成績が出せるというので魅力にはまってもう50年近くやってます。栃木県の中に競技人口が少ないっていうことが少し一つ悩みなんですけど、これをいかにあの小中学生も興味を持てるようなそういったことが普及できればいいかなとは思っています。